まあいいも話は直接危険も入れるもはい。 ドライバーそれにブレイドすっげえ初めて見る依頼内容はある物資の引き上げだ最近の海流変動で発見された未探査海域のかなり深いところに沈んでいるへえそれは腕が鳴るね ベテランのチームを紹介するって言ったけど、リベラリタスの出身で少数精鋭の人材をという希望だったも。それで白羽の矢が立ったのがお前なんだも。<laughs> 悪い気はしないな。<laughs> 子供のサルベージャー。シン、今回の仕事って子供の遠足も兼ねてるんだっけ？ なんだよ見た目が子供っぽいのはあんただって同じだろあたしはこれくらいの額でそんなバカみたいに喜んだりしないよ。バカみたいってなんだよレックス様でしたな。こ度びはお嬢様が大変失礼なことを。を何とぞご容赦を。やっあんたまた余計な口だしな。よせよ、ニア。まあ、気持ちはわからんでもない。そして。 確かめるのもたやすいんだっ <laughs> いきなるほどメツ子供相手に何やってんだよこの小僧じゃ不安だって言ったのはお前だぜ私はそんなこと言ってないよ 言わずとも思っていたろで、結果は見ての通りだ。やるじゃねえか。見たところドライバーではなさそうだが、そのアーツ、どこで覚えたちっちゃんに教わったんだよ、小さい頃から。遊びといえばこればっかりだった。腕は申し分ない。度胸もまあまだ。ま、しっかり働いてくれ。 ともやかましい連中うだも手付金もこれで必要な装備を買い揃えてからうげの桟橋に行けもそこで俺の手配した素晴らしい船が待ってるも分かりました。